はい、みんな、こんにちは。画面外のサトキングです。画面内のリュウです。画面内の岡田です。画面内のレンです。画面内のアジです。別に画面ない、画面ない、画面ない、いらない、この女性フェンサーは誰？何何何何何？皆さんには、はい、今から男性フェンサーをアプリで女性に加工している画像を見ていただきます。うん、で皆さんには、まあ、そちらが元の男性フェンサーは誰かっていうのを当てていただくと、皆さんというのは画面内の皆さん、画面内の皆さんです。分かるかちょっとこれちょっと心配して、マジそんな心配高いの。じゃあまずじゃあどんなもんかっていう、はい、ちょっと例題をね、はいはい、じゃあいきますよ。はい、そちらの画像かわいい、かわいいの、かわいいの、さあこちらの画像どなたかっていうの、これすぐ分かる、かわいい、これ刃が、刃がちょっと特徴がありますよね。はいはいはい、これ言っていい、言っていい、これは理由でしょ。お、正解です。そうですね。え、これちょっと可愛いんだけど。こんな刺さってる。これはまあ竜を、まあ、女性にして、あとあのちょっと肌をね綺麗にして、なでなおかつメイクをした画像になります。ちなみに全一応5問用意してます。それでは皆さん頑張ってください。よし。ザトキングチャンネル。じゃあそれでは第1問。え、ああ、お、龍、斉藤俊也、ああ、正解です。これは、これ可愛いな。可愛い、可愛いな。これ分かりました。なんか確かに韓国系の顔なの。確かに。可愛いね。俊也って可愛いんだね。そういう光だっけ。再確認。推しを見つける。僕好みにちょっと加工してみて。最大限の素材を生かして、なるほど、好みに。じゃあ、じゃあ、リュウ、1ポイント。イエイ。はい、それでは、第2問です。はい。あ、お、徳南先輩。正解。わかんなかった。てか、みのぶ先輩か。確かに、徳南先輩じゃん。徳南先輩の口してるでしょ、これ。確かに。徳南先輩がステップしてるでしょ。ステップはしてない。あのいつも SNS 上であの口開けてるのがよう見てるな、これ確かによく見てるな。最初リュウで可愛いって言ったけど、これ並べるとリュウが一番ちょっと違う。今のところ撤回するわ。そう、これ俺ね加工しながらね、やっぱリュウってやめろよ、加工した。それでは第3問目です。うん、はい、これえぇ、これはディズニー出てくる人。いやー待って、俺も言うたんだよ。ディズニーね、結構好きな東南アジア系。だいぶ変わったな。あ、六本木のクラビニューギャル。じゃない、いるいる、いそうだよね。分かった。あ、なんですか。はい、あれだ、湘南で、あのとんでもなくあの露出度高い。ディズニー。今正解だ。パンツ履いてない。それは言ってない。もうそろそろ答え出ていいんじゃないですかね。難しいな。難しいなこれ。しらじらしいな。はい。藤野先輩。正解や。すごい。ああ。すごい。藤野先輩ね。今現時点で1-1-1です。ああ、じゃあちょっと待ちを待ってください。それでは。4問目。はい、はい、あ、めっちゃ可愛いじゃん。めっちゃ可愛い、可愛い。あ、これね、これね、ウィウィシカスこれね、可愛いの、可愛いけど、可愛いけど。お、はい、ホームアローンに出てくる人。誰？ホームアローン、ホームアローンに出てくる人、出てくる人。違います、違います。キョンちゃん正解。これはあの松山恭介インスタに上がってた、あのイケメンだな、イケメンだよね。なんかさ K-POP とかにいそうじゃない？そうだね、K-POP のなんかアイドルでセンターやっててもおかしくないよね。ということで今現時点で全員並んだ、並んだ。お、いい展開ですね。ザトキングチャンネル。それではいきます、最終問題こちらです。これむずっ。この辺見てるもん。え？え？
そんなに可愛くはない。ひどい。失礼。大丈夫。誰だ。誰だこれ。ごつそうだ、ね、ちょっと。まあヒントごついです。確かに。ごつい。はい。俺の中学校の先生。おお。違う。違います。はい。ごまき。ごまき。ちょっと見える。ちょっと何年後とか。多いな。違います。はい、ごまきの弟？いや男じゃん。似たね、なんだっけ。弟とんだ。何でもりゃ。いろんな角度が見たい。いやもうね、ガタイはいい。本当ガタイはいい。一人出た。ガタイはいい。いや言ってた。ケント。違います。ケントだと思った。ケントだと思った。もうちょっとフェンシング界全体で。ああ。あ。お、はい。田畑さん。正解！いや俺さ、誰最初可愛くはないみたいな。言ってた。あ、またこれ怒られるやつ。田畑さん、確かに。鼻が田畑さんの。なんか表情も。あと、あの顎のラインとかも結構。そうね。確かに。ごつい感じが。なるほど。田畑さんだなこれ。わかんない。全然いけるわ。確かに。田畑さん。ということで優勝は岡田です。どうでした？やってみて。いやなんか俺がブスになってた。でも可愛い使って。意外と面白いね。面白い。でちなみにあのまあ今回男性を、まあ、女性にしましたけど逆も。あ、まあ、いい、ね。はい。男性男装。あ、そう。なるほど。やりたいな。それやりたいね。まあもしちょっと需要がね。いや。あ、ほらじゃあもう第2弾決定ということで、はい、じゃあ行きますね。はい、じゃあトシア女装したら一緒にデートしてください。ダメだみんな、お手を挨拶くよーしゃー。そういうのできる、そういう女装企画ね。そこからダメだったら俺次。これはもう個人的に一番好きだった。でも問題にしたら分かっちゃうかなっていうことで、どん。えよ。ん？ん？わかんない。いや、わかりそう。え？めっちゃ綺麗だ。ストリーツカイ選手。正解。え？めっちゃ可愛くない？俺のタイプじゃない。え？そうなんだ。元の画像はこちらなんですけど。ああ、イケメンやな。そうそう。やっぱイケメンは加工しても美女になる。リサイクル加工しても美女にならない。リュウザキ勝負する。ということで。リュウザキ。可愛いけどね。なんか愛嬌ある。ここだけ全部一緒じゃない。そうね。いやでも面白かったです。ありがとう。ありがとう。いや。